おゆちゃんもう明るいよ、昼になっちゃった。昼じゃないよ、まだ朝だよ今日なんかね、今これ横浜なんだけどさ、今日ね、すごい近くの現場でね、こっから30分ぐらいで着くのかな、先輩と2台でね、行くところ。現場がなんか意外と止めらんないらしくてさ、だから今シャーシプールで待機してたの。カチャーンつないでで今出発。すっかり朝だ。よいしょ。だいぶやっぱ当たり前だけど車増えてきたね。やばいわ、置いてかれちゃうあ、これ信号間に合うかな。間に合った。あー、許してセーフ許してセーフってことで、よいしょ。そしたらね、これ左にビュー行って、右に行ったらこれ新本木の方ね。今なんだっけ、あっちの方、磯部焼きの方ね、磯部焼き方面。置いてかれたよいしょ、大丈夫かな。よいしょ。まあすぐそこだからね、多分この時間だからさ、もうあれじゃない、通勤ラッシュとか始まってんじゃないかしらね。この時間にこっち来たことないからちょっとわかんないけど、多分結構混むかもしれない。でもね、距離で言ったらね 9.8 キロだって。すぐじゃんね、 9.8 キロ。お、青になった。じゃあこのミキサー車の後ろね、モコモコついていこうかね。どんぐらいで終わるのかな。なんか俺今短いやつだからさ、そんなかかんなそうだよね。多分2、30分とかそんなかかんないかもしれないね。すごいなんか軽いしすごい軽いからね、多分すぐ終わるよ。あ、なんかこの時間こっち来るの新鮮、すごい新鮮。こっち来ないからさ、この時間。ほんと早朝にあの会議の方行くときに来るぐらいでね。よいしょ。これ真ん中でいいんだよね、左側車線なくなるもんね。よいしょ。今日もいい天気だね。あ、ほら紅葉、紅葉だよ、紅葉、紅葉台、紅葉台だったな、仙台。知ってる？紅葉台なかったっけ？あったよね、紅葉台。これずっと高速の下をこれ走ってる感じなのかな。これね、上高速でしょ、ね、高速。これ次のインターが磯部焼きね、多分わかんない。今行くところ、ほら工業団地みたいなところなんだけどね、俺もよくわかんないけどとりあえずね、天気から気をつけてまいりましょう。おう、じゃあ終わりまた後で
と見てみて、ほら人いっぱい歩いてる当たり前か。すごい、みんな通勤してるんだね。これ何駅だろう、わかんない俺。これ何駅なの、この右側ね。あ、やばい、レッカー車がいる、レッカー車がいる。でかいね、レッカー車ね。ね、あ、わかった、あの駅はさ、磯部焼駅かな。違うかな、わかんない、わかんない。山陽道路 3.8メートル、これならくぐれるよ、短いやつ3.8 くぐれる。行かないけどね、車増えてきたからね、気をつけていこうね。すごい天気がいいしね。あ、ね、何これ、杉田インター。え、杉田って初めて見た。そんなインターあるんだね。よいしょ。お、点滅。よいしょ。あ、ちょっと待って。サングラスかけよう。ね、眩しいからサングラスかけよう。ほら、こっちも人いっぱい降りてきた、これ。ね、工業団地。働くとこがね、いっぱいあるんだろうね、この辺ね。なんか新鮮だよ。あ、あ、八景島。八景島って聞いたことある。なんだっけ？八景島って聞いたことある。本当にさ、横浜とか全然わかんないんだよねもう6年ぐらい住んでるくせにさ、横浜とか全然地理わかってないね。戸塚と厚木と海老名しかわかんないあ、あと二俣川ね、そこしかわかんない。横浜全然わかんない。あ、でも中華街の方はね、鍋見なくても行けるようになったね。でもね、後ろを繋いだらわかんないなんか通れなそうなガードがさ、何個もあるからさ行けないよね自分の車だったらね、行けるけど。あ、もうすぐ左、あと 1.6キロ。先輩4台前にいるからね、はぐれないように。まあでもはぐれてもね、ほらナビちゃんとセットしたから大丈夫、心配しないでね。じゃあ内容がないようなのでこれで終わりたいと思いますお疲れちゃうチェックレンマがあるよね。よいしょ、豪車よし、チャリンコよし、 OK。 すごい、ほら工業団地だ、工業団地ね。なんかワクワクするな、こういうとこね。なんだろう、あ、ここほらローソン大柄止められるじゃんね。うん、この辺もなんか結構ね、トラック路駐してるし。
500m だって。じゃあもうすぐ着くから切るよお、危ない。もうすぐ着くから切るよ、終わりね、気持ちいいね。到着、現場着いたよあ、なんかヘアスタイルがさ、安全地帯の時の玉置浩二みたいになってるじゃあ今日のご飯紹介するね。いらないまあまあそう言いなさんなって。あ、ごめん、ゴミだけど、今朝ね、今日ほら、ロソーン行ったからさ、ロソーンでチーズバーガーと照り焼きバーガー食べた美味しかったよね。なんかさ、ポンタカードがさ、見つかんなくてさ、超探したけどさ、ないんだけどね、あんまり最近ローソン行ってないからなくなっちゃった。でね、また買っちゃった三色団子あとね、これもね、すごい好きなんだけど、久々に買ってきた粗挽きソーセージ、ね、これ美味しいよね。そうで、あと今日はいつもほらファミリーマート、違う、ポートストアだけど、今日はローソンの、あ、でも伊藤園だこれね、無印かと思ったら伊藤園のほらジャスミン茶、ジャスミンティーじゃないんだね、ジャスミン茶、ね、ジャスミン、今日はこれでジャスミンしましょう、ね、なんか先輩先、あ、言ったっけ、先輩今先に下ろして、そう、それ1時間ぐらい下ろし、買って下ろし終わったから俺のブスって入れるらしいから、とりあえず1時間待機ね。まあ、9時半には終わるかな、わかんない、9時半過ぎるか、そんぐらい、ね、俺のは短いから、だから多分30分ぐらいで終わるのかなね、多分。なんか髪が変になってる。そう、じゃあ朝ごはんも食べちゃったから、撮る動画はやらないからこれでおしまいね、じゃあ今日もつか今週もね、1週間始まったんでね、今週も皆さん頑張りましょう。おおね、天気からね、浮かれ気分で、あの紅葉とか見てよそ見運転で事故しないようにね、お互い気をつけようね。 OK、 じゃあ今週も頑張って参りましょう。お疲れちゃんオフ、 GoPro 電源オフ、あ、これスマホだ